ゲストの皆様こんばんは、小田健です。さあ今宵も海外のフリーホラーゲームみたいなロブロックスのホラーステージ、ややこしいな、すげえややこしかったね今はい、面白そうなね、怖いステージ見つけたんで、こちら実況プレイしていこうかなと思います。はい、普通にね、海外のダウンロードできるフリーのね、ホラーゲーム、僕がいつもやるようなゲームみたいな感じですね、こちらも。どうやらですね、どんな感じのゲームかっていうと、このトロールフェイスと家の中で怖いかくれんぼをするらしいです。はい、こやつのね、鳴き声が怖いらしいんですけど、どうなってるんでしょうか、行きましょう。なんかね、家に入ると指示が出るらしいんですけど、その指示に従ってなんかいろいろとタスクをこなしてってトロールフェイスから隠れるのかな。うん、面白そうだよね。はい、あ、なるほど、こういう感じのグラフィックなんだね。時々ありますよねこういうの。よし、ではでは、はい、入りたいんですが、あれ入れなくない？あ、たけしが見える本日は曇りなき眼見えないんで、皆様には、画像をお届けしようかなと思います。たけしです。皆様知ってましたか？たけしに会うとさらに幸運が訪れるらしいです。皆様も幸運になりたい方は高評価、チャンネル登録お願いします。やりましたかね。おっと、はい、あー、なるほど、よくわかんないですね。じゃあやっていこうかなと思います。すべての扉、窓を閉めろということで。あれ、これどうやって閉めんの？あ、なるほど、ちゃんとドアノブじゃないとダメなんだ。シビアですねたけしの体のフォルムがちょっとわかる。うん、この辺も、あ、今はーいってやってるみんな本日の挙手やってるよ多分。ここ閉めてくのか。なんかこの扉をさ、閉めてる最中で顔が見えたりしたら怖いよね。うん、これでいいのかな？これ、あ、こっち側でも？あ、なるほど、こうやっていくのかな。はい、close all doors and windows ということで、このテレビとかはつけたりはないですね。ん？あ、電気も消えんだ。これそのうち電気を消してくださいみたいな指示来そうだね。さあやっていこうか。トロールがさ、こっち覗いてるとかないの？大丈夫か？急にね、じゃあ何それ？反応遅かった今。ちょっと歩き方がドシドシしてるたけしなんで、なんかここの操作性どうにかなんないかな。ぬるぬるたけしがいいですね。こっちは開くんだ。庭あるんですね。懐中電灯とか持ってないの？あ、砂場ありますねよかったねたけし。たけしの大好物ですね。バーベキューセットあんじゃん。あ、こっち側にも砂場じゃないか。これは、あ、砂場ですね。砂場一家なのここは。その砂場のこだわり何？ここの家の人どうしたんだろう。ちょっと砂場に一癖ありますが、あ、ガレージですね。ほうほう。こっちドアノブ引く。うん、冷蔵庫もちょっとちっちゃめですね。こういう自販機あるよね時々。うん、たけしがでかすぎなのかなその可能性ありますよね。なんかたけしリーゼントあたりにも目があるんじゃないかっていう、その説もあるんで。よし、ここ開けて、窓がまたあったんで閉めていきましょう。えい、また閉めたら指示が出るのかな。こういうとこも閉めないといけないのかね。一応閉めて、うん、さあこれも挙手しながら閉めて OK。 さあ次、次他に窓ないよね。はい、突き当たりのお部屋、うん、ここはない。ではでは、はい、こっち変わるね。広いねこのお家。よし、砂場歩くような音するぞ砂利敷かれてんのかなこの部屋。これは、あー、これなんかさ、こうやって隠れたりすんのかな。うん、トロールフェイスとかくれんぼということでやっていこうかなと思います。じゃあこっち側閉めて、よし、オッケー。とうとう窓にトロールフェイスとか映んなかったですね。他のステージかこれ。うん、なんかこのアングル怖いな。よし、じゃあこれで、全部閉めたよね。うん、あ、そこか。よしよし、あれこれ閉めなかったっけ、気のせいか。
ちょっと怖くない？どこ乗ってんだお前。マナーなってないぞたけし。はい、マナーなってないたけしですね。 Go to bed、 寝ろと。わかりました。そのリーゼントで寝ちゃうの？突っ張ることは男のつって、はい、ベッドにじゃあ突っ張りましょう。こっちでいいのかな。あ、寝た寝た。直寝ですね。深夜の1時20分を回ろうとしているところです。なんだ、何の音、何の音、これ、これか。え、どこから鳴ってんの？はい、ここだ。え、やかましい。え、ね、あ、テレビか。え、何それ、トロールフェイスがこれから来るみたいな感じ。はい、あー、ライト消して隠れろみたいな感じで言ってんのかな。何それ、消しますよ。じゃあ、はい、全部消すの。はい、全部消して、よしよしよし。懐中電灯でも欲しいよね。この辺はもう開けっぱなしでいいのかな。はいはいはい、このチャイム怖いね。ああ、開けられるんだ。へえ、これでも開けちゃダメだよ。よし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 、玄関も消して、 OK。 こっちは全部消灯してね。うわ、怖っ。よし、 OK。 はい、あ、これかな、これも、あ、これもあんだね。挙手しないの、たけし。でもまだ明るいよね、ちょっとだけ。いっか。隠れるってどこに隠れんの？これはいいんだ。さっきのクローゼットとかに隠れんのかな？どうなんでしょう。このパソコンは？これ違う。これで消して、ここも消して。はい。こっちかも消しとくか。あ、消してましたね。はい。ではでは、ここのクローゼットに隠れるか。こっちか、なんもないよね。うん。よし、消して。じゃあちょっと逃げ込む準備を。 OK。 ここの電気消したら全てだよね。ん？消しにくくね、これ。うわ、見えない。あれ、マジで何も見えねえ。詰んだこれ。危ない危ない。詰んだかと思った。よし、じゃあこれが最後だね。隠れます。うわ、見えないっす。え？何も見えないよ。待って、まだ隠れてないっす。ちょっと待って、トロールフェイスがさ、近づいてきてるのかもしんないけど、暗すぎて何も見えねえ。闇じゃん。松崎しげるだよ。え？何してんの？なんか挨拶したと思ったら八つ咲きにされたね。そしてエラーになっちゃったよ。完全にトロールフェイスとゴートゥーベッドするとこだったね。先に電気とか窓とか消してった方がいいかな、これ。ちょっとざっとやっちゃいますね。また今回はざっといきましょう。チャ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 っと。いやー、ちょっと何も見えないのどうにかしてほしいな。フラッシュライト欲しいよね。よし、電気も消して。消えたのか、これ。あ、消えてますね。はい、ここも電気消しといて、よし、OK。 先に消しとく分には問題ないでしょ、多分。ここは何もないよね、確か。うん、はい、消して、よし、OK。 こっち終わりで、ここもおしまいなんで電気消しましょう。はい。お、いい。こっちの方がスラスラだ、多分。はい。OK。で、窓を閉める。これジャンプとかできないんでね。で、さっき何も見えなかったな。あれをどうにか直したい。ちょっと電気ここだけつけとくか。テレビ消した後闇なんで。よし、OK。ここも、ささっと。ささっと。OK。この電気も消して、こっち側ない、ここを消す。 OK。 あ、ここに来よっか。いや、でも隠れる場所ねえな。ダメだ、やっぱ奥の部屋のどちらかですね。
あそこに隠れないとダメかな。よし、オッケー。はい。いやー、この辺困りますね、マジで。消しといて、この辺から結構闇だったんだよね。はい、これで全部消しましたね。いいこと考えたぞ、みんな。これで寝て、起きて、隣の部屋にパソコンあったじゃないですか。そのパソコンをうまく利用しようかなと思います。あの明かりをね。さあ、これで。はい。テレビを見た。怖いな、この表情。ハローって言われたくないね、さっき。よし、これで、はい。全部ライトを消して、これほんとでも暗闇で見えねえんだよな。松崎しげるだから全く見えない。全部消しましたよね。多分大丈夫だとは思います。はい。ここだけ消してない。じゃし、じゃし、じゃし。で、こうやって。よし、じゃあ行きますよ。このライト先に消しとくか。パソコンのライトをちゃんと映ってよ。全然反映されてないよ。全く見えねえんだけど。はい。あ、でも、なんとか。ちょっとパソコン自体はね、マックスまで明るくしたんで。これで待ってればいいの？やっぱこれ事前に消しとくので合ってるわ。多分こっからは時間制限なんですよ。そろそろ来んじゃない？まだ金だった。まだまだ金は続く。いつトロールちゃんは来るのかな？はい。ここの扉も閉めましたからね。あ、来た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 。やつがシュワ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 って言ってる中、俺も来た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 って言ってたからもう混ざっちゃったね。え、これ待ってればいいの？あ、俺のこと探してんだ。今目の前にいる？この自分が入ってるクローゼットは今開いてないんで、多分この部屋を出入りしてんのかな。いる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 。足音聞こえる。あっ！声。目の前にいんぞ。うわ、怖っこれ！あのトロールフェイスが俺のこと探してるって思うと。また来た、お前どんだけここの部屋確認すんだよ。一回で確認しろよ。敵ながら言うのもあれだけどさ。また来た、また来た。しばらくこれ一定時間やっぱファイブナイツアットフレディーズ的な感じで待たないといけないんですかね。どうだ。また近づいてきた。これしばらくの間こんな感じで待たないといけないのかな。多分合ってると思う。あ、去ったね。去ったけど今動けねえ。ずっとこの視点のまんま。視点とかもね、動かした。あいつ電気つけたぞ。マジで。そんな知能備わってんだ、トロールフェイスって。電気つけて外出たのかな。進展がありましたね。またどうせ入ってくんだろ、ほら。電気だけ消えたのか。本格的に俺のこと探してんだろうね。電気つけてここにいるかなみたいな、あの笑顔で。怖っ。今開けたら死んじゃうんで、ちょっと耐えましょう。怖え。また来た、また来た。今目の前にいるよ。なんかみんなと一緒に隠れてるような感じじゃん。何これ？え？ゼルダの伝説で聞いたことあるよ、あれ。あ、もう動いて大丈夫？ぽいですね。出ましょう。おい。クローゼットで出れねえ。あ、朝になったの？あ、間違える。やった！出よ出よ出よ。
この家捨てよ。ああ、出れます。あ、出れる。おお、よかった。なんだこの広い町は。あ、こっち行けないんだ。見えない壁があります。いやー、ちょっと隠れてる時はゾッとしましたが、こっちのお庭には何がある。あ、これ砂場じゃなくてトランポリンだったんだ。すいませんね、こだわり、あの砂場にこだわりのある家とか言って、あの突っ込んでしまって。はい、なんか押したな。これはなんだ。わ、え、だからなんだその挨拶。あー、また切られた。いや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 、勝ってないでしょ。You won って言って勝ってないでしょ。うん、そして愉快な曲が流れてますね。終わりかこれ。やった。そしてそして再び起動したらなんか違うぞこれ。なんかオイルを取れみたいな感じでありますね。雨降ってんじゃんね。家の中も降ってない？降ってますよね。屋根がこれ和紙でできてるとか。和紙製の屋根。やだな。雨2回ぐらい降ったら終わるわこの家。はい、このオイルを取って、うん、どうすんの？飲んだの？摂取しちゃったよこの主人公。大丈夫か？お前がトロールでも。やってること完全にトロールフェイスだからね。こんなのなかったよねさっき。あった？これなんか別エンディングあるってことかな。フリーダム、はい。え、これでまた外出るとかかな。じゃ出ますよ。え、扉出たらさ、速攻飛んだんだけど。アマンガス、なんで、どういうこと？選択すんの？どういう世界観なのこのトロールフェイスは。アマンガスに会えるとは。てかこのアマンガスなかなかテッカテカですね。チキンみたいなテカリがある。よし、これでどうなる。なんだよそれ。これまたハローって出てくるのかな。終わっちゃって。これまた起動したら、あれ？ちょっと変わってるね。あ！すげえ！あ、もうあれですね。足が固定されちゃってるたけしだ、これ。視点しか動かせない。あー、視点もこれ。あ、来た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 ！近づいてきてるぞ！トロールフェイスが。なんなのその笑み。棒人間だし。あ、違う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 。さあどうなるこの後は。満面の笑みでこちらを見ておりますが、なんで雨降んだよ。召された。お前もオイル摂取しちゃったか。早く召されろ。何してんだ。召された、召された。さよなら、狼よ。我らのシャンバラはそっちにあるのか。あー、終わった。なんかエンディングが可愛くなっちゃったね。あ、こっからなんだ。ってことはまた最初からやんないと、あのもう一つのアマンガスは見れないのか。ちょっと軽く調べてどんな感じか様子伺っていいですか。はい、ちょっと調べてきたんですが、どうやらね、同じような森でアマンガスが急に目の前に現れるってだけのエンディングでしたね。ということで、この動画、このゲーム、そしてトロールフェイスの顔が面白いなという方、ぜひ高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。はい、これは何？あ、暖炉つくんだ。いろいろ細かい要素もありますね、ロブロックスは。はい、もっとね、ロブロックスのホラーゲーム見たいという方も、お楽しみにしててください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。